アメリカ合衆国バージニア州の地域に数千年前、インディアン部族が住み着いてからの歴史を概説する。ヨーロッパ人による入植は1607年にイギリス人移民がジェームズタウンを作った時に始まった。奴隷の労働力を使って栽培されたタバコが利益の出る監禁作物となり、北、アメリカでも浮遊で人口の多いイギリス植民地になっていった。 アメリカ独立戦争の時に、イギリスから独立を勝ち取った13植民地の一つになった。他の12植民地よりも多くの国家指導者を排出し、初期の大統領5人のうち4人、すなわち初代ワッシントン、第3代ジェファーソン、第4代マディソン及び第5代モンローが、バージニア出身であった。19世紀前半、バージニア公共事業局が、 有料道路、運河及び鉄道といった輸送力の改善を計画し資金確保に貢献した。初期開拓履歴の違いのために地域格差が生じ、東部の権力や富に対して西部の住民は自分たちの要求が無視されていると感じるようになった。奴隷制の問題がまだ歴史の浅い合衆国を2分した時、バージニア州は1861年に 合衆国から脱退することに躊躇していた。実際に脱退した後は、バージニアが南北戦争の主戦場になった。バージニア州西部の諸軍は、東部と田元を分地ち、ウエストバージニア州を作って1863年には、公式に新しい州として、35番目に合衆国への加盟を認められた。南北戦争の後は、他の南部諸州と同様に、 農業不況を味わい再建のために苦しんだ。19世紀後半、紙巻きタバコに対する人気が上がり、タバコ生産業を賑わせることになった。アメリカ連合国に加わった他の南部諸州と同様20世紀への変わり目までに黒人を公共の場で分離し、基本的公民権を奪う法律を成立させた。南北戦争前の秀才について、 ウエストバージニア州に割り当てられる分が1915年に合衆国最高裁判所で決定され1939年までに支払われた。第二次世界大戦に伴う経済的な刺激が新たに州の繁栄をもたらした。この時北バージニアではノーフォークなど主要な海軍基地や工業経済の拠点が形成され政府関係の仕事が増えた。 1950年代から1970年代にかけて黒人の学校における人種分離廃止、公民権獲得の闘争及び社会への一体化が大きな社会問題となった。バージニア州指導者の中には大衆運動を支持する者もいたが、最終的に公民権運動が勝った。1989年、ダグラス・ワイルダーが黒人としては合衆国でも初めて、 選挙で選ばれた州知事になった。1980年代までに北バージニアとハンプトンローズ地域は連邦政府の部局や防衛関連産業に関連する雇用像や技術の高度化が幸いして大きな成長と繁栄を遂げた。政治的には20世紀の大半保守的な民主党の強い地盤であった。しかし公民権運動の後で 多くの保守派が共和党に倶り返し、特に20世紀最後の10年間、まず大統領選挙で、さらに地域や州レベルの選挙でもこの傾向が強くなった。21世紀に入ると輸送需要に関わる資金が最も議論を呼ぶ単一問題となった。2007年時点で民主党のティム・ケイン知事は両院とも共和党が多数を占めるバージニア議会と交渉している。 アメリカ合衆国議会においては上院で2大政党が1議席ずつを占め下院でも両党からの議員数がきっ抗している2007年はジェームズタウンに初めてイギリス人が高級的な植民地を開いてから400周年であったジェームズタウン2007と呼ばれる祭典は2006年に始まって18ヶ月間という長きにわたった祭りの催しでは バージニアの歴史に対するインディアン、ヨーロッパ人及びアフリカ人の貢献を祝した。イギリス女王エリザベス2世と夫のフィリップ殿下がバージニアを訪れ1957年に350周年を祝った時の再現をした。バージニアのインディアン州長バージニアとされる新世界の地域には少なくとも3000年前から多くのインディアンが住んでいた。人類学者。 ヘレン・ラウントリーなどによる考古学的また歴史的調査によってこのことが解明されてきた。16世紀の終わり、バージニアに住んでいたインディアンには、チェロキー族、チェスピアン族、チカホミニー族、マッタポニー族、メヘリン族、モナカン族、ナンスモンド族、ノットウェイ族、パムンキー族、ポヒック族、ポーハタン族、ラッパハンノック族、 サポニ族及びタスカローラ族が含まれていた。インディアンたちはその言語の違いによって3つのグループに分けられる。最大のグループはアルゴンキン語族と呼ばれ1万人以上がいた。他のグループはイロコイ族及びスー族である。1607年に最初のイギリス人がジェームズタウンを訪れた時、幕府戦から東のバージニアはアルゴンキン語族が支配していた。 ほとんどすべてのものは、ポーハタン連邦と歴史上呼ばれるものに統一されていた。研究者ラウントリーはその政治構造をより正確に表現するために帝国という言葉を使った。16世紀末から17世紀初めにかけて、ワフンスナコックという州長が、約30の種族を征服あるいは仲間につけて、この強大な帝国を作り上げ、東部バージニアの大半を領土とした。 ワフンスナコックはこの地域をテナコマカーと呼んだ。ワフンスナコックはポーハタン州長とも呼ばれた。帝国の存在はモナカン族のような他のインディアン部族によって周期的に脅かされていた。いくつかの種族には利点があった。インディアンはイギリス人とは異なる文化を持っていた。イギリス人との交渉でうまくいったものもあったが、 土地の所有と支配及び民族間の信頼関係が大きな紛争の種になった。バージニアではほぼ3年周期で干ばつがあった。開拓者はインディアンが苦境にある時に食べていく備えがないことを理解できなかった。1612年以降、開拓者は土地を切り開きその重要な換金作物である輸出用のタバコを栽培した。 タバコは栄養を必要とする作物であり、数年もすると土地を休ませる必要があったので、常に代わりの土地が必要とされた。このことはインディアンが穀物食料を補うために行う狩りのための森林地帯を減らすことになった。開拓者の数が増えるにつれて、さらに土地が必要とされた。インディアンは開拓者がじわじわとその土地を広げてくることに対して、 戦おうとした。ポーハタン州長の死後に後を継いだ弟オペチャンかなう州長の指導で行われた1622年のインディアンによる虐殺、及び1644年の同様なことが大きな衝突となった。17世紀中頃までに、ポーハタン族は著しく衰退した。ヨーロッパの開拓者は、その開拓地を広げ、実質的に幕府船から、 東の土地をすべて支配した。ほんの50年前のこの地域は強力な、ポーハタン連邦の帝国であった。ジョン・スミスが出版した、バージニアの地図15世紀に新世界が発見された後、ヨーロッパ各国は新世界に植民地を建設しようとした。その中でもイギリス、オランダ、フランス、ポルトガル及び、スペインが最も活動的であった。イギリスが、 北、アメリカで活動を始めたとき、女王エリザベス一世にちなんだ、バージニアという名前が、1584年に、ウォルター・ローリーの北アメリカ海岸遠征隊によって、探検された、地域一体に名付けられた。当初は、ノースカロライナからメインまでの海岸と、カナダ近海までが含まれていた。現在のバージニアとして知られるより、小さな地域には、 スペインがまず植民地を作ろうと試み失敗した。36年以上の後、同じ地域の沼地やかの多い島に、イギリス人が最初の高級的植民地を建設し、国王ジェームズ一世にちなんで、ジェームズタウンと名付けた。1560年頃スペインの探検隊が、バージニアのチェサピーク湾地域定地を訪れ、バージニア半島に住んでいるインディアンに出会った。 キスキアックの集落から、ポーハ単族州長の息子であった17歳の少年が探検隊に同行することに同意した。少年は洗礼を受けて、被護者であるルイスでベラスコにちなんで、ドンルイスと改名した。ドンルイスは、メキシコとスペインのマドリッドで教育を受けた。10年後の1570年秋。 イエズス会が計画したアジャカン伝道書を定地半島部のセントメアリーと呼ばれることになる場所に設立しようとしたとき、回収したインディアンのドンルイスは案内人、検通訳として助けるためにバージニアに戻った。スペイン戦を離れて間もなく、ドンルイスはその集団を捨てて故郷に帰り、そこでウェロアンスとなった。翌年の2月、 ドン・ルイスとポー・ハタン族の集団が戻り8人のイエズス会宣教師を殺し、その衣類や所有物を奪った上で、アロンソという名のスペイン人メシス会の少年のみ、命を救った。この少年は逃亡して、ポー・ハタン族とは敵対する部族のもとに逃げ込み、別のスペイン船が物資を持って現れた時に、救出された。1572年の初期に、アロンソから、 ことの経緯を聞いた、スペイン領フロリダの知事ペドロメネンデスでアビレスは、復讐のためにバージニアに戻った。結局スペイン人は、虐殺に責任があると信じられるインディアン数人を捕まえ処刑したが、ドンルイスの所在を突き止められなかった。この出来事で、スペインがバージニアに植民地を作ろうという試みが終わることになったが、400年以上後、ドンルイスと、 ポーハタン連邦の後の州長、オペチャンカナウは、同一人物ではないかという推測がなされている。オペチャンカナウという名前は、ポーハタン族が使うアルゴンキン語で、その心が白いものを意味している。ロアノーク島は新世界における、イギリスの最初の植民地であった。当時は、バージニアのロアノーク島に建設されたが、現在は、ノースカロライナ州。 レア軍の一部になっている。1584年から1587年まで、ロアノーク島に、高級的開拓地を作ろうとしたウォルター・ローリー教に、講演される開拓者集団が二つあったが、どちらも失敗した。最後の集団は、スペインとの戦争のために、イギリスからの物資が三年間途絶えている間に、完全に消滅してしまった。その消失とその運命が、 はっきりと確認されていないという事実のために失われた植民地と呼ばれるミステリーが今でも語り継がれている。ジェームズタウンのスケッチ。1608年頃、女王エリザベス一世の死後、1603年にジェームズ一世がイングランド王位を継いだ。数年に及ぶ戦争によってイングランドは資金難に陥ったので、国王はイングランドの新世界における。 植民地化権利をバージニア会社に特許した。バージニア会社は1606年4月10日に作成された独占直許によって株式会社として設立されていた。バージニア会社には2つの競合をする支所があり、それぞれが金を探査するためにバージニアに植民地を作りたいと願い、スペイン戦に対抗してイギリス市略戦を支える基地を作り、また、 スペインの広げるカトリックと競合して、新世界にプロテスタントを広げたいと考えていた。バージニア会社の中で、プリマス支所がバージニアとして知られる場所の北部地域を割り当てられ、ロンドン支所は南を当てられた。二つの支社の境界となる地域が競合になった。1607年の晩下、プリマス支所は現在のメイン州に、 ポパム植民地を設立したが1年間しか続かず、1608年には放棄された。プリマス司書の後継者が1620年にメイフラワー号でピルグリムファーザーズを送ってマサチューセッツ州となる地域に高級的開拓地を建設するときまでに、この地域はもはやバージニアの一部とは考えられないようになり、ニューイングランドと改名された。しかし、 その12年前に、バージニア会社の中で競合するロンドン支所が、ジェームズタウンに、高級的開拓地を建設することに成功した。最初の上陸、1607年4月1606年12月、ロンドン支所は104人の開拓民集団を3隻の、船、スーザン・コンスタント号、ゴッドスピード号及びディスカバリー号で、クリストファー・ニューポート船長の下に送り出した。 その後悔は荒れて長いものであった。144日後の1607年4月26日開拓民は、やっと、バージニアのチェサピーク湾の入り口に到着した。彼らは、バージニアの岬を目にして、国王の息子たち、プリンス・オブ・ウェールズのヘンリー・フレデリックにちなんで、ケープ・ヘンリーを、その、弟よく子ーチャールズにちなんで、ケープ・チャールズを名付けた。 ケープヘンリーでは、騎士に上がって十字架を立て、簡単な探検を行ったが、これが最初の上陸と呼ばれる出来事になった。ロンドンからの命令で、より内陸で、見かけ上より安全な場所を求めて、ハンプトン地区を探査し新たに命名したジェームズ川を、遡り幕府船まで至って、後に、リッチモンド市及び、マンチェスターとなる場所に着いた。 ジェームズタウンとジョン・スミス船長、1607年から1609年数週間の探査後、開拓民は1607年5月14日に、ジェームズタウンの場所を選び町を建設した。そこは、川と同様に、国王ジェームズ一世にちなんで名付けられた。しかし、ジェームズタウンの場所は、外国船に対する防衛に適していたが、低地で、 沼の多い地形は定住するには厳しく住みがたいところであった。飲料水がなく、狩猟場には行きにくく、また農業を行うには土地が狭かった。インディアンが住んでいないことは都合よく見えたが、間もなく地元のパスパヘグ族に襲われた。開拓者たちは自給自足とするには準備が足りないまま到着していた。 インディアンと食料を取引する計画であり、また、イギリスから定期的に物資を補給してもらうことに、頼っていた。また、金の探査のために時間を費やす計画もあった。ディスカバリー号を現地で使用するために残し、ニューポート船長は、スーザン・コンスタント号とゴッドスピード号で、イギリスに戻り、1608年には2度、最初の補給と2度目の補給のために来航した。 インディアンとの交易や付き合いは、わずかなものであり、開拓者の多くは病気、上及び、インディアンとの交渉で死んだ。指導者が何人か失敗した後で、ジョン・スミス船長が、開拓地の指揮を取った。ポカホンタスのビダン・スミスは、食料の取引に成功し、落胆した開拓者たちを指導したので、最初の年の植民地を持続させた功績はスミスに返せられている。 スミスは十数年後になって突然、この際に、ポーハタン族に処刑されそうになったが、州長の娘のポカホンタスに助けられたと公言し始め、これは植民政策の美化に大いに沿用された。しかし現在、ポーハタン族やその氏族、マッタポニ族はこれを全くのデタラメであるとしている。1609年8月、スミスは事故で怪我し、 数ヶ月後には治療のためにイギリスに戻らざるを得なくなった。歴史の皮肉の一つでスミスが去った後に干ばつでインディアンもイギリス人開拓者も食料不足となり自然災害でイギリスからの補給も妨げられた。1609年から1610年上の時スミスが出発した後、 イングランドから3回目の補給任務を与えられた新しい機関シーベンチャー号は大型で3日間に及ぶハリケーンにあってバミューダで難破したために補給物資が予定通り届かないという事態が生じたシーベンチャー号は3回目の補給任務にあった他の船とは別れてしまい船体のうちの7隻が数百人の新たな開拓者を乗せて ジェームズタウンに到着したが、機関に乗せてあった食料や物資が届かないために、急防状態となった。1609年から1610年の冬、さらに続く春や初夏にも新たな船は来なかった。開拓者たちは、上の時と呼ばれることになる事態に直面した。ジョン・スミスに代わって指導者となったディスカバリー号の、ジョン・ラト・クリフ船長は、 スミスが去った後により攻撃的になっていた、ポーハタン族に捕まり殺された。わずかな量の食料が大変高価な価格で取引され、開拓者たちは貴重な道具や装置を諦めることになった。何らかの援助が来るのかを知る術もなかった。しかし、彼らは忘れ去られたわけではなく、バミューダとイングランドで再補給のための行動が進行中であった。 三回目の補給任務の指導者とシーベンチャー号の生き残りの者はバミューダの無人島でンパし10ヶ月以上を経過していたが破壊された機関の部品を使って二隻の小さな船を作り上げたバミューダには所有権を維持するために数人を残し改めてジェームズタウンに向けて出版した1610年5月23日 ニューポート船長とその提督ジョージサマーズ教を呼び、新しい知事のトマス・ゲーツ教がやっと、ジェームズタウンに到着したとき、彼らは繁栄する植民地を乱すことを期待していた。その代わりに発見したものは大きな違いがあるものだった。500人の開拓者たちのうち80%は死に絶え、残っているものの多くは病気にかかっていた。 シーベンチャー号の生き残りの者たちが小さな船2隻でバミューダから運べた物資はほとんどなかった。過酷な現実は彼らのジェームズタウンへの到着で状況がいくらか改善されたに過ぎなかった。その2隻の船を使ってこの厳しい環境から脱出することが唯一実行可能な選択肢に思われたが指導者たちはそれを受け入れることを躊躇した。 最後にジェームズ川を船で下り始めた。一方インブランドでは、バージニア会社が1609年5月23日に、批准された第二直挙により再組織化され、新しく指名された、知事第三代デラオエア男爵、トマス・ウェストに植民地の最高指導権限を与えた。第三補給船体の他の船の一隻の船長、サミュエル・アーゴールを通じて、シーベンチャー号は、 ジェームズタウンに到着しておらず、ジェームズタウンの住人は増えたにもかかわらず、食料と物資は極めて乏しいことが伝えられた。ジェームズタウンの救出、デラウェア教とジョン・ロルフ1610年4月1日、デラウェア教は開拓者を救い植民地の指導者となるために、150名の開拓者と新たな食料、物資を乗せて、ジェームズタウンに向けて出発した。 6月に新大陸に到着し、ジェームズ川を遡っていくと、マルベリー島近くで川を下ってくる2隻の船にあった。シーベンチャー号の運命を知り、その生き残りたちが、イギリス船の到着を見たときは、ジェームズタウンで行ってきたことを、デラウェア教が知って驚いたのは、疑いない。デラウェア教は開拓者たちすべてが、 植民地を放棄しようとしているのを知っても驚かなかったと思われる。その代わりに新しい開拓者や物資と共にバージニアに泊まり開拓を続けることを要求した。デラウェア卿が到着したタイミングはジェームズタウンを永久に去ろうと期待していた人々にとっては失望であったに違いない。しかし、 開拓者たちもデラウェア教もバージュニア経済の将来の鍵を握っている男が彼らと共にジェームズタウンに戻ったことを知らなかった可能性がある。デラウェア教は植民地での立場を確立するとインディアンに対して第一次アングロポーハタン戦争と呼ばれる武力を使った作戦計画を始めた。その指導の下でサミュエル・アーゴールはポーハタン州長の娘。 ポカホンタスを誘拐し、一年にわたって、ヘンリカスに軟禁状態に置いた。しかし、彼女を使って、身の代金を得ようとする試みは失敗した。シーベンチャー号の生き残りの中に、ジョン・ロルフという実業家がいた。州長の娘を使って、ポーハタン族を脅迫する試みはうまくいかなかったが、ジョン・ロルフが1614年にポカホンタスと結婚した時点で、 第一次、アングロポーハタン戦争は終わった。この結婚は大きく異なる文化の間に良い感情を生んだ。ほんの数年ではあるが、比較的平和な時ができた。夫妻の息子、トマス・ロルフが1615年に生まれた。ポカホンタスは英国に連れて行かれ、インディアンの王女としても手早され、植民地宣伝のプロパガンダに利用された。 美しく新しいシーベンチャー号に乗って大きな期待を抱いてイングランドを離れたにもかかわらずここまでのニューポート船長との旅は全くうまくいかなかった。ロルフの妻となったポカホンタスと息子はロンドンを出てからの航海の途中で死んだ。ロルフ・カズトがやっとジェームズタウンに到着し上の時の結果を乱すことになった。商売のアイディアをいくつかと 甘い香りのするタバコの新しい種を持っていたが、そのどちらも試みられてはいなかった。まさに変化する時であった。植民地の経済は別の問題であった。金は一度も発見されなかった。植民地に利益の出る産業を起こそうという試みはすべて失敗したが、この時ロルフが2種の外国産タバコ、オリノコとスイートセンティドを導入した。これらは、 土地の他の種よりも収穫が良く、1612年には初めてイングランドに向けて出荷され、顧客はその香りを好ましいものと思った。この輸出用換金作物を見つけたことがバージニアの経済を生き残らせる始まりとなった。ジョン・スミス船長によるバージニア、ニューイングランド及びサマーズ諸島の歴史外観、バージニア植民地は、 タバコ生産の発展で繁栄し始めたが、インディアンが自分たちのものと考えている土地をより多く必要とした。特にポカホンタスがイングランドに旅行している間の1617年に死に、その父ポーハタン州長が1618年に死んだ。あとはポーハタン族との紛争が再燃した。開拓者の間の紛争も発生した。 デラウェア教の副官サミュエル・アーゴールは植民地の管理を任されており、ジェームズタウンを先制君主のように支配した。アーゴールの虐待に対する告発に反応した、デラウェア教は1618年に戻ろうとしたが、その途上で死んだ。1619年、転換点の年1619年は、バージニア会社にとって転換点の年となった。 ジョージ・イヤードリーがこの年にバージニア知事に就任した。長い目で見て、イヤードリーが古い先生君主制を改良しより民主的な形態を作ったことが最も重要な発展となった。新世界では初めての選出された議会となる植民地議会を創設し、1619年7月30日に最初の会合がジェームズタウンの教会で開かれた。 1619年にはまた、バージニア会社が開拓地の人口を増やすために、男性開拓者の妻候補として90人の独身女性をジェームズタウンに送った。この時までは、家族と共に到着していた妻と子供たちだけが女性であった。同じ年に、2隻のイギリス市略船によって、20名余りのアンゴラ人が植民地に到着した。 おそらく植民地では初めてのアフリカ人である。彼らアフリカ人はヨーロッパからの多くの年季奉公人とともにすでに植民地の主要生産品となっていたタバコ産業の拡大に貢献した。これらの黒人は年季奉行として扱われたがこれがアメリカにおける奴隷制の始まりであった。アフリカ人やヨーロッパ人による アフリカ人奴隷の大々的輸入はこの世紀予測まで起こらなかった。1619年にはさらに、プランテーションと開拓地が、当時の呼び方で4つの地区あるいは市に分けられた、都市でもある。チャールズ市、エリーザベス市、ヘンリコ市及び、ジェームズ市であり、ジェームズタウンには、植民地のための比較的小さな政府が置かれた。4つの市は、 当時の輸送の主要動線となるジェームズ川に沿って広がった。エリザベス氏は当初家交旦と呼ばれ、現在のサウスハンプトンローズとイースタンショアの地域を含んでいた。ある地域では共有の土地所有や借地よりも個人での土地所有という制度になり、家族にとっては生産を上げる動機づけとなり、生活の質を上げ富を築くことになった。おそらく、 ジェームズ川の南岸に沿って西方に発展したトマスデール教の不運なヘンリカスより新種的なところはなくそこではインディアンも植民地の最初のカレッジで教育を受けた今日のリッチモンドにある滝から約6マイル南ヘンリコ市のフォーリングクリーク鉄工所はフォーリングクリークの合流点近くに作られ鉄を作るために地元の交渉を使ったこれは北 アメリカで初めてのものであった。現存する記録では鉄の生産が始まったが、1622年3月の出来事で生産が中断されたことを示している。1622年から1646年、根本的紛争の拡大、開拓者対インディアン1619年の発展と、それに続く数年の成長は、イギリス人には望ましいことに見えたが、 多くの観点、特にタバコを栽培するためにさらに多くの土地を必要とし続けたことがインディアン、中でも影響の大きいポーハタン族には心配事を増やす原因になった。中心問題は誰が支配するかということだった。ポーハタン族は1607年と1608年にその政治的仕組みの中にバージニアを正式にまた儀式上受け入れ、 ポーハタン州長の支配下の何年かさらにその後も当然自分たちのものと考えている支配権を行使するために戦った。しかし、開拓者たちは、ポーハタンの権威を認めることはなく、自分たちも支配しているように振る舞った。この時までに、残っていたポーハタン帝国は、パムンキー族の長で、ポーハタン州長の兄弟、オペチャンカナウ州長に引き入られていた。 彼はその兄の支配下でも激しい戦士としての評判が立っていた。間もなく外交的な交渉を諦め、イギリス人開拓者を根絶することに決めた。1622年3月22日の正金曜日、1622年のインディアンによる虐殺と呼ばれることになる事件で約400人の開拓者が殺された。 組織的な攻撃でジェームズ川両岸のほとんどすべてのイギリス人開拓地が襲われた。ハンプトンローズの東、ニューポートニューズポイントから西、上流のフォーリングクリークまで、ヘンリカスの上流数マイルとジョン・ロルフのプランテーション、バリーナ・ファームが含まれた。ジェームズタウン自体では、チャンコというインディアンの少年が、その子幼種、リチャード・ペースを殺せという命令を拒まなければ、 もっと死者の数や破壊の程度がひどかったであろうが、実際には、ちゃんこが、ペースに、攻撃の前夜に警告した。ペースはそのプランテーションを確保し、夜の間に川をこぎ渡って、ジェームズタウンに警告し、何らかの準備をさせた。しかし、他のイギリス人の拠点に警告を広げる時間までは、なかった。ほとんどすべての拠点で開拓者が殺されたり、捕まえられたりした。 ヘンリカスやマーティンズハンドレッドのウォルステンホームタウンなどいくつかの地域社会は完全に消え去った。植民地のためにその将来性が期待されていた。フォーリングクリーク鉄工所では27人が殺されたが2人の女性と3人の子供もその中に含まれており、わずか2人のみが生き残った。設備は破壊された。しかし、 大きな損失があったものの開拓者の3分の2は、この運命の日を生き残った。当初は、ジェームズタウンに引き返した後で、開拓者の多くはまた離れたプランテーションに戻った。ただし、いくつかのプランテーションは放棄された。イギリス人によるポーハタン族に対する報復もあった。急戦が打たれるまでの約1年間、開拓者とインディアンとの間の戦闘が続いた。 ジェームズタウンで会合が持たれ、休戦の提案がなされた。しかしジェームズタウンの指導者の中で、ジョン・ポッツ博士など数人が、インディアンの祝杯の中に毒を混入させ、返したインディアンの中のおよそ200人を殺した。他にも50人のインディアンが人の手で殺された。1622年の抗争ともう一度1644年に、あった抗争の間の時期に、 ポーハタ炭族とイギリス人の間の関係に転換点が訪れた。すなわち、双方が命令を発することができるだけでなく、その関係の条件を支配していると考えている状態から1646年以降の時期では、植民地側が明らかに支配しているという状況に変わった。開拓者たちは1644年の構想を反逆と定義したが、 この時期になってもオペチャンカナウ州長は開拓者たちがポーハタン族に対して行った制約を破っているという道徳的に見てインディアンを正当化できると考えることを反映する結果になるものと期待していた1644年の抗争の時オペチャンカナウ州長が捕まった彼は監獄に入れられている間にその後衛の一人によって殺された オペチャンカナウ州長の死後、1644年と1645年には、開拓者たちによる攻撃が繰り返され、ポーハタン族は開拓者たちの要求を受け入れるしか、選択肢がなくなった。1624年、バージニア会社の直挙が破棄され、植民地は王室領植民地として、王室の統治に移されたが、ジェームズタウンでは選挙で選ばれた、大議員が、 かなりの量の権限を行使し続けた。王室の統治の下で、植民地は、北方と西方に、新たな開拓地を加えて、拡張を始めた。1630年、ジョン・ハーベイ総督の下でヨーク川沿いに、初めての開拓地が作られた。1632年、バージニア議会は、ジェームズタウンとヨーク川のキスキアック開拓地をつなぐ。 砦を建設し、インディアンの攻撃から植民地を守ることを決議した。この砦はミドルプランテーションとなり、さらに後にウィリアムズバーグとなった。1634年、ミドルプランテーション近くに防柵が作られた。この柵は、ヨーク川とジェームズ川の間の半島を横切って伸び、半島低地部の東側開拓地をインディアンから守った。この柵の内側には、 牛も飼われた。1634年にはまた、イングランド王の命令で、バージニア植民地の中に、新しい地方政府の仕組みが作られた。8つのシャイアが作られ、それぞれに、地方政府が置かれた。数年後にシャイアは軍に改められた。8つの軍は、以下のものであった。2007年時点では、これら当初の8つのシャイアのうち5つは、 基本的に同じ政治形態で残っていると考えられるが、400年近い間にその境界は変わってきている。また、初期のシティという言葉を含むネーミングにより多少紛らわしい名前になっており、例えば、ジェームズ・シティ軍や、チャールズ・シティ軍のような論議を呼びそうな名前になった。ウィリアム・バークリー総督の統治時期に、トランス・アレゲニー地域を探査する最初の意義ある。 試みが行われた。バージニアのさらに奥深く探査しようという動きは1644年にオペチャンカナウ州長が再び率いた虐殺事件で500人の開拓者が殺された時に中断された。バークリー総督は植民地にタバコ以外の収入をもたらす資源を開発した功績が認められている。例えば、 その大規模なグリーンスプリングプランテーションでの外庫のためのマルベリーの木の栽培やその他の穀物であり、その場所は現在ジェームズタウンとウィリアムズバーグ近くに国立公園局が維持管理する大規模未発掘考古学的地域となっている。バージニアの開拓者の大半はイングランド内戦の間もイギリス王政に対して忠実であったが、 1652年にオリバー・クロムウェルが軍隊を送ってバークリー総督を追い出しイギリス共和国に対して忠実な総督とすげ替えた新しい総督は重要なピューリタンであり地元議会がほとんどの支配権限を実行することを許したタバコを作る奴隷たち1670年にイギリス内戦で敗れた多くの王統派がバージニアに逃れた彼らの多くは バージニアで最も重要となる家系となった。王政復古後に、国王チャールズ2世はバージニアが王政に忠実であることを認め、バージニアにオールドドミニオンというあだ名をつけ、これが今日でも続いている。バークリーは最初の人気後もその人気を保っており、共和国支配の終焉とともに総督に復帰した。しかし、バークリー総督の二度目の人気は、 多くの問題で彩られた。病気、ハリケーン、インディアンの敵対行為及び経済的な困難さであり、すべてがこの時期のバージニアを苦しめた。バークリーは植民地に先制的な権限を築いた。この権力を守るために14年間というもの新しい議会議員の選挙を拒否し、彼を支持する植民地議会を守った。 反乱が深刻な脅威となった時に初めて新しい選挙に同意した。バークリーは最終的には1676年の反乱に直面した。開拓者たちが北方や西方に拡張するにつれてインディアンたちが侵入してくる開拓者への攻撃を始めた。開拓者たちが悪い種族に対して反撃死亡力で応じたので激しい戦いが起こり、 それがさらに暴力を拡大させた。バークリーは開拓者たちが戦うのを助けようとはしなかった。多くの開拓者や歴史家たちまでもバークリーがインディアンと戦うことを拒否したのは毛川交易に投資していたためだと信じている。大規模な戦闘によってバークリーが頼みにしていたインディアンからの供給が止まった。ヘンリコのナサニエル・ベーコンが インディアンに仕返しをしようという開拓者の民兵を自分で組織した。ベーコンはインディアンの問題だけでなく他の問題についてもバークリーの主要な反対者として大変人気を得た。バークリーはベーコンを反逆者として非難したが、ベーコンが植民地議会に議席を得てそれを平和的に受け入れた後に読者した。それでも改革が行われなかったので、ベーコンは 公然と反乱を起こしジェームズタウンを占領して数ヶ月間植民地を支配した。この出来事はベーコンの反乱と呼ばれた。バークリーはイギリス人民兵の力を借りて元の地位に返り咲いた。ベーコンはジェームズタウンを放棄する前に火をつけて燃やし、その反乱を続けたが病気で死んだ。バークリーは反乱の残党を厳しく鎮圧した。 バークリーが反乱を厳しく抑圧したことに反応して、イギリス政府は、バークリーを解任した。ジェームズタウンの消失後、植民地の首都は一時的に、ジェームズ川とヨーク川からほぼ遠距離で、バージニア半島の高台にある、ミドルプランテーションに移された。ウィリアムメアリー大学の主要な建物、レーンビルディングこの世紀初期に、ヘンリカスでの失敗に続いて、 フランシス・ニコルソン総督の下で、バージニアでは、初めての高級的高等教育機関が作られた。1691年、植民地議会の要望と支援で、植民地の宗教的指導者であるジェームズ・ブレア牧師が、イングランドに戻り、1693年に、ウィリアム3世とメアリー2世から直教を得た。このカレッジは2人の王にちなみ、 ウィリアムメアリー大学と名付けられた。ジェームズタウンに再建された議会議場は1698年に再度消失した。この火災の後で、ウィリアムメアリー大学の学生の提案により、植民地の首都は再度近くのミドルプランテーションに、高級的に移され、ウィリアム三世にちなんで、ウィリアムズバーグと名付けられた。メリーランド植民地とバージュニアは長い間、 境界紛争があり、その一部は今日でも続いている。この紛争では、チャールズ一世が1632年にメリーランド男爵、ジョージ・カルバートに認めた直居の境界が問題となった。この直居では、北緯40度線とポトマック川の間の地域の、封建的な権利を認めていたが、バージニアもその地域の所有権を主張した。 この紛争地域の大半は1930年に解決した。しかし、メリーランド州とバージニア州は、ポトマック川とその水県の利用について、まだ揉めている。アレクサンダースポッツウッドが副総督となり1710年には、バージニア総督代行となり、1716年に、西方への探検隊を指揮した。これは後にナイツオブゴールデンホース州探検隊と、 呼ばれた。この探検隊は、スイフトランギャップで、ブルーリッジ山脈の尾根の最高点に達した。歴史家のダグラス・サウス・オール・フリーマンは1740年代の社会構造を次のように説明した。幕府戦の西、開拓地は、ブルーリッジ山脈とシェナンド渓谷を前線に、縁取られていた。生活が未開の地でも、民主主義は現実だった。海岸地帯では、 幕府戦の東に平らな土地があり、少なくとも八つの社会階層があった。最上層の偉大な領主と最下層の黒人奴隷は、普遍の状態と考えられた。その他は、小農、商人、水夫、辺境の民、重木及び十景衆であった。これら階層のそれぞれが一時期に、明確な階級を構成したが、個人や家族は一世代の間に、 しばしば実質的な変化があった。著名人層には与えられる肩書きが違った。植民地議会の議員は、コロネル及びエスカイアという肩書きがあった。ほとんど常に武器を持たない、大農園主は名目的称号である、ジェントルメンと呼ばれた。教会委員、教区委員、保安官及び町の管罪人も同様だった。最高の損傷は、教区委員。 ハンジ及びバージェスに与えられた。そのような個人は通常イングランド、特にロンドンの方向を向いており、母国の社会規範に従って生活することを求めた。イングランド国教会と新しいバージニア植民地バージニアにイギリス人の植民地が作られた時、イングランド国教会の役割と政府との関係は、ヘンリー達成によってその前に打ち立てられていた。 同じ関係が新しい植民地でも作られた。植民地における初期宗教生活ジェームズタウンでは、礼拝と初期のチャペルは最初の砦が作られるのと同じくらい優先順位が高く、ロバート・ハントが精神的な指導者となった。ハントはクリストファー・ニューポートが指揮した三隻の船の遠征隊で精神的な指導者となり、 開拓者が新世界に最初の上陸を果たし、チェサピーク湾入り口近くのケープヘンリーに十字架を建てた1607年4月29日に大衆の前で最初に感謝と祈りの声を上げた。その数週間前にバージニアの聖公会協会のためにろうそくをとした。ジョン・スミス船長は、ハンと牧師のことを我々の正直で 宗教的及び勇気を与える神学者と表現した。宗教的指導者としての役割の中で、調停者であり、喧嘩ばかりしている集団に、しばしば調和をもたらした。ハント牧師は、最初の年を生き残れなかった者の,の中に入っていた。教区、機能的に、地方政府の単位新たに植民地に到着し続ける、開拓者の大多数が生き残れないという大変。 困難な5年間の後、植民地はうまく成長を始めた。イングランドにおけると同様に、教区が地方の単位となり、裁判所や植民地議会を呼び、総督の委員会のように、他の共同体と平等な力と実用面での重要性を備えた。教区協会は、礼拝に訪れるために十分近くある必要があったので、 典型的な教区には三内四,四の教会があり、基本的に誰もが訪れてくることを期待された。実質的に教会の運営を財政的に助けるために、あらゆる教区は、教会の応援を持った。教区は拡大しまた分割が行われ、1634年以降は、シャイアが、その成長を継いだ。バージニアの教区制度の意図は、植民地の、 各家から馬に乗って容易にやって来られる6マイルを超えないところに一つの境界を作ることだった。1634年に制度化されたシャイアはあらゆる住人が馬で1日乗ればやって来られる距離で計画され裁判所や他の仕事に実際的な方法で出席できるようにされた。インディアンを教育し回収させる。 宣教団イングランドの宗教的指導者たちは、インディアンに対しキリスト教をもたらす伝道者としての義務があると感じた。ポーハタン族は文字を持たなかったので、彼らの誤ってる精神信条は教育と読み書きができないことの結果だという仮説があった。それゆえに、彼らにこれらの技量を教えることは、イギリス人が宗教的習慣における。 啓蒙と見るものを論理的にもたらすことであり、インディアンを、教会の囲いの中に入れることは、政府の一部となり支配する形態ともなった。バージニア植民地の指導者たちは、農園主の息子たちやインディアンのために長い、間高等教育ができる学校を待ち望んだ。この目的のために1618年頃に、ヘンリカスで、 高級的大学を作る試みが開始され期待されていたが、1622年のインディアンによる虐殺で失敗し、全開宅地から消えたまま再建されなかった。およそ70年後、植民地議会と他の著名な個人の奨励で、ブレア牧師がヘンリカスの初期計画に習ったと歴史家たちが信じる計画を準備し、1691年にイングランドに戻り、 新しいカレッジについてイングランド王に誓願した。ポーハタン族は1644年の最後の大きな構想の後で大きく数がヘリホリウチに限られていたのでその支配はもはや植民地の優先事項ではなかったが彼らを教育してキリスト教化するという宗教的原則はなお続けられた。おそらくは1693年に王室直教を受けた。 新しいウィリアムアンドメアリー大学に対するロンドンの支持と承認をうまく獲得する道徳的動機づけとなっていた。しかし、そこのインディアンを教育しキリスト教徒に改修するという試みは学校が作られてしまうと小さくなり、短命に終わった。ミドルプランテーションのブルトン教区教会ブルトン教区はジェームズタウンの北約8マイルバージニア半島を 横切る高台に位置するミドルプランテーションの小さな地域社会にあった。コロネルのジョン・ページはイングランドのミドルセックス州から1650年に妻のありするケン・ページと共に移民してきた商人だったがミドルプランテーションをそこそこの町にする大きく関与した。初期の小さな教区を修正し組み合わせることで作られた商社だが 小さなレンガ作りの教会がそこに建てられた。ブルトン教区教会は、教会が建てられる土地を寄進したコロネル・ページの、寛大な寄付で大部分賄われた。建物は1683年11月29日に、完成した。最初の教区牧師、ローランド・ジョーンズは1684年1月6日、五高原の祝日に開所式を行った。 国の教区はその役割を変えるブルトン教区、ウィリアム・メアリー大学と植民地の首都が1699年にミドルプランテーションに割り当てられ、この社会がウィリアムズバーグと名前を変えると、すぐに議事堂ビルを建てセオドリックブランドの測量に基づいて、新しい都市区画を決めるための条件が作られた。ブルトン教区協会は、新しい計画では目立つ場所を占めていた。 コロニアル・ウィリアムズバーグ基金の歴史家は、レンガ作りの教会は、それが建てられた15年後に作成された、ウィリアムズバーグの原初測量地図の中心近くに建っていたと注釈した。この配置は少なくとも教会がすでに建っていたから、そのようになったこともあるが、植民地の地域社会生活で教会が重要であったことを示してもいる。かくして1699年までに、 以前は小さな地域社会の田舎のブルトン教区教会が新しいカレッジと植民地の新しい首都に接する位置にあることになった。植民地時代公職にある者は皆教会への参列を求められた。それゆえに首都ウィリアムズバーグ市の政府とカレッジの役職者はブルトン教区教会に参列した。学生。 総督とその側近及び議会が流入し、町の人々とともに小さな教会に溢れ返った。教会とウィリアムズバーグは、それぞれが植民地の生活と政府の中心であった。植民地バージニアの宗教裁判所として、ブルトン教区教会は、祭壇の布やクッションのような適切な装飾を施された。しかし、レンガ作りの教会は、条件が悪く、 その卓越した役割には不適と考えられた。1715年、新しい教会の建設1706年、ブルトン教区の教区委員がより大きな教会の建設を考え始めた。しかし、およそ20年後でも110家族に過ぎず、教区委員は小さな教会の計画しか作れなかったので、植民地政府に、 地元住民から上がったものではなく、将来の需要を満たすための拡大案を予算化するよう、懇願した。4年後に、議会は、総督、委員会及び、議会のための信者席を設けることに同意した。総督のアレクサンダースポッツウッドが、構造計画案を作った。十字型の教会、全長75フィート、全幅28フィート、袖廊長さ19フィートとなった。 1710年から1740年まで、牧師であったジェームズ・ブレア博士の監督の下で、1711年に最初の建設契約が成立して、新しい教会の建設が進行した。1715年に完工した教会には、間もなくあらゆる必要な設備、聖書、祈祷書、祭壇、洗いライバンクッション、 サープリス、金及び装飾壁平板が備えられた。総督や、ウィリアムメアリー大学の役職者に加えて、18世紀に、ブルトン教区教会に参列した著名バージニア人には、ジョージ・ワシントン、ジェームズ・マディソン、ジョン・タイラー、ベンジャミン・ハリソン、パトリック・ヘンリー及びトーマス・ジェファーソンがいる。18世紀の聖職者1740年代、確立された、聖公会には、 植民地中で約70人の教区聖職者がいた。主教はおらず、実際に植民地に主教を置くことには、政治的に激しい反対があった。聖公会の聖職者は、ロンドン主教に直接監督されていた。各軍裁判所は著名な兵士徒からなる、地元教区委員に税金を渡した。教区委員は、聖職者に200内し300エーカーの教会所属地。 一軒の家及びおそらくはいくらかの家畜を供給した。年俸としては1万6000ポンドのタバコを渡し、結婚式や葬式ごとに20シリングを払った。聖職者の生活は貧乏ではなかったが質素なものであり、改善の可能性は少なかった。保障配置の問題が、パーソンズ構図と呼ばれる1758年から1764年の 紛争につながり、教区聖職者のジェームズ・マイナー・モーリー牧師と、ハノーバー軍の若い弁護士、パトリック・ヘンリーを対決させることになった。ヘンリーは、その最初の著名な裁判で敗訴したが、裁判所はモーリーへの保証として1ペンスを認めただけだった。この訴訟は、植民地における国王と教会の大衆に対する権威に勢いをつけた紛争例として、 歴史家たちには広く見られている。6年間にも及ぶ間、バージニアの人々に、基本的な問題に顔を付き合わさせることになった。植民地時代の他の宗教特に、ドイツルーテル教会やスコットランド長老派教会など、いくつかの少数集団が彼ら自身の教区を作った。家庭の大半はどんなものであれ、宗教的な提携がなかった。 1760年代までにバプテストの宣教団がバージニア人特に農夫を引きつけ新しくさらに民主的な宗教に入らせた多くの奴隷たちがバプテストの礼拝に参列した歴史家たちはアメリカ独立戦争について宗教的な対立の可能性を議論してきたバプテストの農夫は新しく平等主義的な倫理を紹介し 聖公会総演習のやや貴族政治的な倫理に大きく置き換わっていった。しかし、どちらの集団も独立を支持した。例えば、ジョージ・ワシントンはその教区委員の中で活動的なものであった。アメリカ独立戦争後の教会の変化アメリカ独立戦争後、信教の自由と教会特にの分離がバージニアでも打ち立てられ、アメリカにおける聖公会は、 その卓越性を失った。新しい州都国の指導者及び市民は教会を排斥しなかったが政府との関係でその気候のみを認めた。戦中の難しい時期や戦後もある場所ではさらに高くなった頻度で礼拝が続けられた。政治の役割と財政的な支援を失ったものの現在エピスコパル教会として知られる修正された形態で生き残った。 独立以前に植民地に主教はいなかった。戦後、最初のバージニア主教は、ジェームズ・マディソン牧師であった。マディソンは、後の大統領ジェームズ・マディソンのいとこであり、アメリカ独立戦争の直前に、イギリスで叙任されていた。ウィリアム・アンド・メアリー大学の卒業生で、独立戦争の敵対意識が持ち上がった時には、そこの教師をしていたが、その、教え子たちを、 地元の民兵隊に組織化した。1777年、バージニア会員の公共施設付き牧師を務めた。同年、ロイヤリスト審判の牧師ジョンカムが聖職からマディソンを排除する動きを起こし、マディソンはウィリアムアンドメアリー大学の第8大学長になった。独立戦争後、マディソンはバージニアのエピスコパル教会の再編を呼び、 エピスコパル教区の形成に、顕著な役割を果たした。1785年の最初の教会集会では、議長だった。1790年には、カンタベリー大主教からバージニアで、最初の主教に指名された。教区の変化、ブルトン教区適切な例として、ブルトン教区教会は、元植民地主とに奉仕を続け、地域教会としての役割に戻った。 主にその教区牧師 WAR グッドウィン牧師の努力でアメリカにおける聖公会設立300周年である1907年に教会の改修が完成した。グッドウィンは1903年に教区に着任し、町や教会の記録から集めた情報を使って募金、教会建物の保存と改修を監督した。ブルトン教区教会は、 その他の歴史的建造物回収の先例となった。グッドウィンは、多くの18世紀建造物がある歴史のある教区に、刺激されて、保護しなければ破壊されてしまうことを恐れた。1924年、グッドウィン博士はこの地区の建造物保存運動を、開始した。幸運にも、ジョン・ロックフェラーとその妻、アビー・アルドリッチ・ロックフェラーの支援を得ることができた。 彼らの古い都市に関する興味と寛大さが、グッドウィン博士たちの努力と組み合わさり、古い植民地主との再生という夢を実現させた。コロニアル・ウィリアムズバーグが作られた。コロニアル・ウィリアムズバーグの歴史的地区は173エーカーに広がり、88棟の当初の建造物と50棟の主要な再建物がある。コロニアル・パークウェイによって、 歴史三角の他の2点、ジェームズタウンとヨークタウンとをつないでいる。今日のブルトン教区教会は、南部バージニアのエピスコパル教区の中でも最も活動的な教区である。2000人近い教会員がおり、日曜日は5回の通常礼拝があり、活動的な青年とカレッジの組織がある。教会は植民地時代に改修されていた。その信者席にある銘板は、 当時からの有名な参拝者の名前を刻んでいる。今も1761年に鋳造された金を使っており1776年にはアメリカ独立宣言の署名を祝って、また1783年には独立戦争の終わりを告げるパリ条約の調印を祝って鳴らされた。独立に向けた感情は1763年にフレンチ・インディアン戦争が終わった直後に、 バージニアで最初に始まったと思われる。まさにこの年に、イギリスとバージニア政府は、パーソンズ構図の裁判でぶつかった。バージニア議会は、聖職者給与の高騰を止めるためにニペンス法を成立させた。ジョージ3世はこの法に拒否権を発動し、聖職者は、未払い分の給与を求めて、訴訟を起こした。パトリック・ヘンリーは、先制的だと宣言した。 拒否権に対する裁判で議論することで初めて頭角を表した。バージニア決議におけるパトリック・ヘンリーの演説イギリスの政府は戦争で消費した歳費によって莫大な負債を積み重ねていた。この負債を召喚するために議会は1764年に佐藤法、1765年には印紙法を通した。バージニア議会は代表なくして 課税なしを根拠に、佐藤法の制定に反対した。パトリック・ヘンリーは、議会で、シーザーにはブルータスがいた。チャールズ一世にはクロムウェルがいた。さらに王は、その例によって、利益を得るかもしれないという有名な演説で、ジョージ三世に忠告することで、因子法に反対した。バージニア議会はこれら税金に反対する、バージニア決議を採択した。 フランシス・フォーキア総督は議会を解散させることで応じた。決議の後も反対は続いた。ノーザンプトン軍裁判所は1766年2月8日に因子法を無効とした。自由の息子たちなど様々な政治集団が会合し、法律に対する抗議を発した。最も有名なものは、リチャード・ブランドが出版したパンフレット。 イギリス植民地の権利に関する質問であった。この文書は、バージニアがイギリス帝国の一部であり、イギリス王国の一部ではないこと、つまり、国王には忠誠を尽くすが議会にではないという、独立の基本的な政治原則の一つを示した。因子法は撤廃されたが、歳入法で税金が追加され、1769年には、 ボストンの暴動者を裁判にかけるために、ロンドンに送ろうとしたことがバージニアにおける抗議をより、強くさせた。議会は、暴動者の移送を求断する決議を検討するために、招集されたが、総督のボーテトーと協は、同情的であったものの議会を解散させた。議会はローリー酒場で再結集し、イギリス商品の輸入を禁じることに同意した。イギリスは、 囚人の送還を諦め、1770年には、茶税を除く、あらゆる税金を引き上げた。1773年、イギリスが改めて、アメリカ人をイギリスに送還しようとしたので、リチャード・ヘンリー・リー、トーマス・ジェファーソン、パトリック・ヘンリー、ジョージ・メイソンなどがイギリスとの問題を処理するための通信委員会を創設した。それまでの通信委員会とは異なり、 この委員会は議会の正式な一部であった。ボストン港の閉鎖や、その他いくつかの攻撃に続いて、マサチューセッツとの連帯を示すために、議会は1774年6月1日を断食、屈辱及び祈りの日とすることを承認した。総督のダンモア卿は議会を解散した。危機感が増したことに反応するために8月1日から6日に、 バージニア会議が開催された。この会議では、イギリス製品のボイコットを承認し、マサチューセッツとの連帯を表し、大陸会議に送る大議員を選出した。バージニア出身のペイトン・ランドルフが、大陸会議の議長に選出された。フォビー号に逃れるダンモア今日1775年4月20日、歴新トンコンコードの戦いの翌日、ダンモアは、 イギリス海兵隊に、ウィリアムズバーグ弾薬庫にある火薬をイギリス船に移送するよう命じた。パトリック・ヘンリーは、ダンモアの命令に反応して、ハノーバー軍から、バージニア民兵の一集団を率いた。カーター・ブラックストンが、王室予算を火薬の代金として移すというやり方で、この火薬事件の解決のための交渉を行った。この事件は衰えつつあったダンモアの人気を悪化させた。 ダンモアは総督皇帝から逃げ出し、ヨークタウンのイギリス戦 4E 号に乗った。11月7日、ダンモアはバージニアが暴動状態にあることと、イギリスのために戦う奴隷は解放されることを宣言する声明を発した。この時までに、ジョージ・ワシントンが大陸会議からアメリカ軍の長に指名され、バージニアは総督がいない間に開かれた第3回。 バージニア会議によって形成された安全委員会の政治的指導のもとに入った。1775年12月9日、バージニア民兵隊はグレートブリッジの戦いで総督の軍隊を立ち去らせた。イギリス軍はノーフォークに向かう途上にある土地を守る取を持っていた。イギリス軍は包囲専用の大砲を持たない民兵隊を恐れ補強を受けたいと思ったので、 砦を捨てて、攻撃を仕掛けてきた。民兵隊は30分間の戦いに勝った。ダンマーは1776年1月1日に、その船からノーフォークを砲撃することで応じた。第5回、バージニア会議が5月6日に開かれ、1776年5月15日に、バージニアは自由で独立した国であることを宣言した。会議は、その大議員に、 大陸会議で独立決議を提案するよう指示した。リチャード・ヘンリー・リーが6月7日にその提案を行った。大陸会議が議論している間にバージニア議会はジョージ・メイソンによるバージニア権利商店及び憲法を採択し独立した共和国を設立した。大陸会議は7月2日にリー提案を承認し、7月4日にジェファーソンによる アメリカ独立宣言を承認した。第5回、バージニア会議の憲法は、その後54年間続く国政府の仕組みを作った。執政官の長と下院と、上院からなる二輪制の議会について定めた。議会は、毎年知事を選び、8人に委員会が、行政機能を担った。10月、議会は、ジェファーソン、エドマンド・ペンドルトン及びジョージ・ワイスを、 現行バージニア法体系を新憲法に適合させる役目に指名したシャーロッツビルにおける競技の軍隊の宿営地1789年のエッチンググレートブリッジの戦いの後でアメリカ独立戦争の初期にバージニアの領土内ではほとんど戦闘がなかったそれにもかかわらずバージニアは北部や南部における戦闘を助けるために軍隊を送った その中には、ダニエル・モーガンと、その狙撃兵中隊がおり、北部の初期戦闘に参戦した。シャーロッツ・ビールは、サラトガで捕まえた、ドイツ人傭兵と、イギリス兵のいわゆる競技の軍隊を収容する捕虜、収容所となった。バージニアは、北西部前線にも、軍隊を送り、ジョージ・ロジャース・クラークはこの地域の軍隊を率いて、カスカスキア・トリデの占領。 ヴィンセングの戦いでの勝利、ヘンリー・ハミルトン総督の捕獲と続いた。クラークは、この戦争中北西部領土の支配を続けた。イギリス軍は1779年5月に、バージニアに戻ってきた。この時、ジョージ・コリアが、ハンプトン・ローズに上陸し、ポーツマスを、攻撃拠点に使った。この動きは、西インド諸島との貿易を封鎖する作戦の一部だった。 イギリス軍のヘンリー・クリントン将軍がコリアーを支援するための援軍到着に失敗し、この作戦は放棄された。1780年、当時の国知事、トーマス・ジェファーソンは、ウィリアムズバーグの脆弱性を恐れ、首都をより内陸のリッチモンドに移した。その10月、イギリス軍は再度バージニア侵入を試みた。イギリス軍の将軍アレクサンダー・レスリーが3000名の、 兵士と共にチェサピーク湾に入り、ポーツマスを基地として使った。しかし、キングスマウンテンの戦いで、イギリス軍が敗れた後で、レスリーは、コーンウォリスと合流するためにさらに北へ動いた。12月、革命側を裏切り、イギリス軍の将軍となっていたベネディクト・アーノルドが1000名の兵士を連れて、リッチモンドを攻撃し町の一部を焼いた。アーノルドは、 作戦基地をポーツマスに移しウィリアム・フィリップス将軍と合流した。ジョージ・ワシントンはフランス人の将軍ラファイエットをバージニアの防衛戦を指揮させるために送り込んだ。ラファイエットは南に進んでピーターズバーグに進軍した。両カロライナで粉満が募っていたコーン・モリスはラファイエットを追ってバージニアを攻撃するという反応に出た。ラファイエットは コーンオリスの7200名の部隊に対し3200名しか手勢がなかった。数で劣るラファイエットはコーンオリスとの直接回線を避け、一連の小競り合いでコーンオリスを悩ませた。ラファイエットはフレデリックスバーグまで退いて、そこでアンソニー・ウェイン将軍と会い、続いて南西に進軍した。コーンオリスは2つの小さな文献体を発した。 ジョン・グレーブス・シムコ大佐の500名の部隊は、ポイント・オブ・フォークの武器庫を確保し、バナスター・タールトン大佐の250名の部隊は、シャーロッツビルに進んで、ジェファーソン知事や議員を捕まえるのが任務だった。ポイント・オブ・フォークに進んだ遠征隊は、ストイベン将軍の部隊を破ったが、タールトンの部隊は、わずか7人の議員と数人の役人を捕まえただけだった。これは、 ジャック・ジュエットが夜通し馬を走らせて、タールトンの来週をジェファーソンと議員たちに警告したことによっていた。コーンウォリスは部隊を再統合し、海岸地帯のエルクヒルに進んだ。ラファイエットはストイベンと合流し、この時は5000名の部隊となってコーンウォリスを追った。コーンウォリスはヘンリー・クリントン将軍の命令に従ってバージニア半島を チェサピーク湾に向かって進んだ。クリントンは、コーンオリス軍の一部を引き抜いて、ニューヨーク市の包囲戦に使おうと考えていた。コーンオリスは、ウィリアムズバーグを通過し、ジェームズタウン近くを通った。ウェイン将軍指揮下のラファイエット軍800名が、コーンオリスの主力軍5000名と遭遇し、1781年7月6日に、グリーンスプリングの戦いでコゼリアイを演じた。 ウェインは、自軍の勢力を大きく見せるためと、イギリス軍の進軍を止めるために、コーンウォリス軍に突撃を命じた。この時の損失は、アメリカ軍140名に対しイギリス軍75名と、警備であったが、この策略で、アメリカ軍は逃げおせた。コーンウォリスの降伏コーンウォリスは、ジェームズ川を渡って、ボーツマスに移動し、クリントンの命令を待つことにした。 クリントンは、半島のその位置は守られねばならず、ヨークタウンは貴重な海軍基地になると確信した。コーンウォリスは、命令を受けて、ヨークタウンに軍隊を移動し、防御陣地と、海軍基地の建設に着手した。アメリカ軍は当初、コーンウォリスがニューヨークか、カロライナに移動するものと期待し、バージニアからの移動を手配し始めた。ヨークタウンの防御が固められているのを発見すると、 死の周囲に兵士を配置した。ワシントン将軍は大きな勝利の可能性を感じ取った。ロシャンボー将軍のフランス軍と共にその軍隊の一部をニューヨークからバージニアに移動させた。この作戦はフランス軍の3200名の増援とド・グラス提督の大艦隊が要目だった。9月5日、ド・グラス提督はバージニア岬沖の海戦でイギリス海軍を破った。 この勝利で、ヨークタウン周辺の海域は、フランス軍の支配となり、コーンウォリス軍は、増援や物資を受け取ることも、また、そこから逃げ出す、可能性もなくなった。10月6日から17日まで、アメリカ軍は、ヨークタウンを包囲した。大砲を突きつけられ完全に罠にはまったコーンウォリスは、降伏することを決めた。正式な降伏文書には10月19日に署名された。 この敗北の結果として、イギリスの首相フレデリック・ノースは辞任し、イギリス政府は1782年4月に休戦を提案した。1783年のパリ条約が正式に戦争を終わらせた。独立戦争の終わりまでに、新しいアメリカの国が連合規約のもとに集まった。連合規約では、連邦政府にあまり権限を認めていなかった。 バージニアは1785年にメリーランドの大議員と会合して貿易や海洋の問題を論じることで強い連合に向けて動き始めることに貢献した。二つの州は1786年9月に開催したアナポリス会議に他の国からも調整しこれらの問題を議論した。ワシントン、マディソン及びアレクサンダー・ハミルトンはすべてこの会議を 強い連合を作る機会だと見ていた。アナポリス会議では憲法制定会議を開くために再度フィラデルフィアで会することに同意した。憲法制定会議ではエドマンド・ランドルフがマディソンが考案したバージニアプランを推奨した。この計画は任政議会を持った強い連邦政府を要求し議会は各方の人口に比例した大議員を割り当てることとしていた。 この計画の考え方のいくつかは採用されたが、小さな国は比例代表制を好まず、各方が上院には二人の議員を送れるという妥協案が成立した。バージニアの代表はまた権利の焦点を強く押した。権利の焦点が早期に採択されるという条件で大半の代表が憲法に署名したが、ジョージ・メイソンとランドルフは署名を拒んだ。マディソンは、 フェデラリストペーパーズのいくつかを書き、また他の手段を使って憲法の批准を推進した。メイソンとパトリック・ヘンリーは政治的反対運動を率いた。ピードモン地区やバージニア南西部の多くのものは関税に関する恐れのために、また奴隷の輸入がまだ許されていたので批准に反対した。 バージニアは1788年6月25日に、やっと僅差で憲法を批准し、合衆国の10番目の州となった。独立の宣言後、バージニアの境界は大きく変わった。1779年、バージニアは、ノースカロライナとの南部境界線を西方に伸ばした。1784年と1785年、北部境界線について、ペンシルベニアと交渉した。 バージニアとペンシルベニアの間には植民地時代を通じて境界地域に関する論争があった。論争されていた地域が新しく作られたアメリカ合衆国の一部となり新しい州であるバージニア州とペンシルベニア州は間もなく合意に達し両州議会の合意に基づく条件で1780年代にヨホガニア軍の大半はペンシルベニア州の一部となった。 バージニア州に残された小さな部分は軍を作るには小さすぎたので、バージニア州の一軍であるオハイオ軍に併合された。最も重要なことは1784年に北西部領土に対する領有権主張を取り下げたことであった。今日の中西部大半と五大湖地方から構成される、この広大な地域は当時辺境の地であった。 いくつかの州がこの領土の領有権を主張したが、結果的に全州が北西部条例のもとに、連邦政府が管理することに同意した。バージニア州は、あらゆる土地を放棄したわけではなかった。独立戦争の古参兵に報いるために取って置かれた、バージニア軍事地域を確保した。1790年、バージニア州とメリーランド州は新しく、 コロンビア特別区を作るために領土を活用したが、1846年7月9日のアメリカ合衆国議会法でバージニア州が活用したポトマック川の南の地域は1847年を期してバージニア州に戻され、現在はアーリントン郡とアレクサンドリア市の一部となっている。アメリカ合衆国という新しい国が成長する痛みを経験し、 マニフェストデスティニーについて口にするようになるとバージニア州も若い共和国が変化し挑戦していく中でその役割を見つけたルイジアナ買収に始まり先祖がバージニアの国を作ったその子孫たちの多くが西方への拡大を始めた有名なバージニア生まれのアメリカ人がバージニア州の運命だけでなく急速に発展する古西部に影響を与えた 1750年代に始まって、新しい土地を測量して移住させるために、バージニアオハイオ会社が作られた。フレンチ・インディアン戦争に続いて、バージニアの民による西方への開拓は古西部の南側に限られていた。バージニア生まれのメリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークは、有名な彼らのルイス・クラーク探検隊でミズーリ側と、 太平洋への経路を探検し、影響を残した。スティーブン・イー・フ・オースティン、エドウィン・オーラー、ヘーデン・ハリソニエドワーズ及びジョン・シャッケルフォードといった、有名な名前は、バージニア生まれの敵山開拓者である。結果的に、南北戦争の将軍となったロバート・イ・リーですら1846年から1848年の、米北戦争で、テキサスにおける。 軍事指導者として頭角を表した。バージニア州の西部が19世紀前半に発展するにつれて農業基盤、文化及び輸送需要における大きな違いがバージニア議会の主要問題になってきた。古い東部では大きな土地がタバコや綿花を主要作物として農園化されていた。どの作物も多くの人手を必要とした。奴隷制は 農園主が寄りかかる経済制度となった。この地域の大半の推計は大西洋に注いでいた。西部では小さな土地がほとんど家族以外の労働力なしで耕されており、鉱物の採掘や木材の切り出しが豪として拡大していた。土地はオハイオ川渓谷の水を使い、交易もそちらの方向を向く傾向があった。衆議会の代表状況は、 人口の多い東部の利益のために大きく傾いていた。これは人口を数えるときに奴隷を一部勘定に入れることで作られており、奴隷の個々のものは投票権がないという事実もあった。州憲法制定会議など格差を是正する試みが数度なされたが意味のある結論は出なかった。かくして南北戦争の開始時点でバージニア州は 全国的な危機だけでなく、その境界内の長きにわたる東派的危機にもさらされていた。他の境界州は同じように地域的な差異があったが、バージニア州は他の北部州や南部州よりもそれが大きく、おそらくその結果として戦争中に2つの州に分かれた唯一の州となった。バージニア州では南部の6州が、 合衆国から脱退し1861年2月4日にアメリカ連合国を形成した後で2月13日に脱退に関する会議を始めた。この会議は2ヶ月近くも熟考を重ねたがサムター要塞の銃声に反応した4月15日、リンカーンはまだ合衆国に残っているすべての州に軍隊を要求した。4月17日、会議は脱退を表決した。 バージニア州がアメリカ連合国に加わると連合国の首都がアラバマ州モンゴメリーからリッチモンドに移されることが5月6日に決まり5月29日には法制化されたバージニア州は5月23日に脱退規約を批准した翌日北軍が北バージニアに入り戦闘なしにアレクサンドリアを占領した南北戦争で 最初の大きな戦闘は1861年7月21日に起こった。北軍はマナサスの鉄道を中継点を物資の供給線として使うために支配しようとしたが、南軍が鉄道を使って軍隊を動かし北軍と会した。南軍は第一次マナサスの戦いで勝利し、その年の後半は大きな戦いもなく過ぎた。 最初と最後の重要な戦いがバージニア州で行われた。最初のものはマナサスの戦いであり、最後のものはアポマトックスコートハウスの戦いであった。南北戦争の間、リッチモンドはアメリカ連合国の首都であった。衆議会議事堂から数ブロック北に連合国のホワイトハウスがあり、ジェファーソン・デイビス大統領の家族が住んだ。 1865年4月、リッチモンドは撤退する南軍によって焼かれ、北軍の支配下に入った。バージニア州は、レコンストラクションの間、ジョン・マカリスター・スコフィールド将軍の下で、第一軍事地区として管理された。1870年1月26日に正式に、合衆国に復帰した。1861年以前に、様々な戦ミ産業が現れたが、 どれも重要な位置づけにはならなかった。南北戦争中の製鉄産業の中心は、リッチモンドのトレデガー鉄工所であった。トレデガーは一部奴隷の労働によって運転されており、戦争のための軍需品を生産したのでリッチモンドは、重要な防衛ポイントとなった。バージニア州は、アメリカ連合国に最後に加入した州となったが、これは、州の北西部で、 奴隷制がなく、合衆国からの脱退に対する支持がなかったことが大きな理由であった。連合国に加入した後は、間もなくこの地域で混乱が起こった。48の軍からなる、この地域はバージニア州に対する反乱が成功し、最初はカノア州、後にウエストバージニア州となった。この行動は1870年に合衆国最高裁判所で支持された。 バークリー軍とジェファーソン軍は南北戦争中も連合国とバージニア州に泊まり1863年1月1日にウアストバージニア州が合衆国への加盟を認められた時もその一部にはならなかった戦後のレコンストラクション中の1866年これら2つの軍は住民投票でウエストバージニア州の一部となることを決め ウエストバージニア州は50の軍ということになった。ウエストバージニア州の成立で、バージニア州はペンシルベニア州と境を接しなくなった。しかし、バージニア州とウエストバージニア州の境界が、まだ変動要素があったものの、バージニア州の2つの軍は1866年に、ウエストバージニア州に入る道を選んだ。 20世紀になってもバージニア州の北部産地の境界、バージニア州、ロードオン郡とウエストバージニア州ジェファーソン郡の間には正確な境界線について論争があった。1991年領州議会は境界地域15マイルを調査する境界委員会のための予算をつけた。バージニア州は北軍の将軍ジョン・エム・スコフィールドが 改革派の会議で草案が作られた憲法に関する採決の承認を拒んだので、1869年まで軍政の支配下に止まった。グラント大統領は1869年に憲法に関する採決、元反逆者から選挙権を取り上げる剥奪条項に関する採決、及び集約職者の剥奪条項に関する採決を要求した。改革派は、 元将軍でスコフィールドに近い暫定知事であったヘンリー・ h ウェルズを指名した民主党指導者は新規軸を出す時であると言ったウィリアム・マホーンであったすなわち民主党は解放された奴隷の公民権や選挙権を含め戦争の結果を受け入れねばならなかったマホーンは オルティモア・オハイオ鉄道を強力に過ぎるとして非難し、州の繁栄につながるバージニア州に基盤を置く、新しい鉄道を要求した。中央で実業をもんじる多くの共和党員に、対してその持論が通った。マホーンは、知事候補に、ギルバート・シー・ウォーカーを指名して当選させ、剥奪条項は成立しなかった。 新しいアンダーウッド憲法は二十一万五百八十五票対九千百三十六票で承認され、一方剥奪条項はそれぞれ十二万四千七百十五票対八万三千四百五十八票、十二万四千三百六十票対八万四千四百十票で否決された。バージニア州は他の南部州がレコンストラクション時代に経験したような政治腐敗や、 人種問題を経験しなかったが、バージニア州の白人は害して南部人の態度に典型的な苦渋を分かち合うことになった。レコンストラクションに続く混乱の時代である1870年代後半に、バージニアでは再編党という政党が生まれた。いわゆる再編主義者は、不荷の権力と確立された特権を破壊することを目指し、公共教育を促進した。 ウッドストックの弁護士ハリソン・ H ・リドルバーガーと元南軍の将軍でいくつかの鉄道会社の社長であるウィリアム・マホーンが指導した。マホーンは1870年頃から再編党が保守的民主党に支配権を譲る1883年までバージニア政界を支配した。1870年代にはバージニアの政治家の間に分裂が起こった。 バージニアの戦前の負債を減らすことを支持する者たちと、バージニアは全負債を利子をつけて支払うべきと考える者たちであった。戦前の負債とは、バージニア公共事業局が監督した運河、道路、及び鉄道といった、主に公共設備の改良に対するものだった。1861年以前、州は、有料道路、有料橋、運河、 および水路と鉄道の輸送事業について4800万ドル相当の株式を購入した。これらは南北戦争中に北軍によってひどく損傷を受けるか破壊された。これらの残っているものはほとんどウェストバージニア州となった地域に位置しており、北部のものが負った負債ということで、その召喚を複雑な問題にした。 マホーンは1877年に民主党の知事候補になろうとして失敗した後、再返党の指導者となり、保守的民主党と連携した。共和党と黒人は、戦前の負債の削減と、新しいウエストバージニア州となった地域への負債の適当な割付を求めていた。それから数十年間、両州は、バージニア政府の負債のうちの新しい州の取り分に、 ついて論争したこの問題は最終的に1915年に決着がついた。この年合衆国最高裁判所は、ウワストバージニア州が、バージニア州の負債1239万3929.5ドルを受け持つと裁定した。この負債の最終支払いは1939年のことだった。再返答は、州の負債の再調整を約束し、 人頭税を撤廃し、学校や他の公共施設に対する予算を増やすことを約束した。知事候補として、ウィリアム・イ、e、キャメロンを擁立して成功し、キャメロンは1882年から1886年まで、務めた。マホンは1881年から1887年まで、アメリカ合衆国上院議員を務めた。 しかし、合衆国議会では主に共和党に接近した。1883年から1889年まで上院議員を務めた再編党の仲間ハリソン H ・ H リトルバーガーも同様だった。両者の上院議席は民主党に奪われた。再編党のバージニア修正会支配は1883年まで続き、この年衆議会の多数派の地位を失い、 続いて民主党のフィッツ・ヒューリーが1885年に州知事に選ばれた。マホーンは政界で活動を続けたが上院議員への再選に失敗し知事選も落選した。リドルバーガーは1890年に、マホーンは1895年に死んだ。再返答が消滅した後、バージニアはその後の80年間州の民主党の 白人一党支配となった。白人による衆議会は有権者登録を制限する法律を成立させ、白人の優越を取り戻し黒人による投票を減らした。1902年、バージニアは新しい憲法を採択し、人頭税と識字試験によって実質的に黒人の公民権を奪う有権者登録を定めた。 南北戦争以来黒人が得たものや戦前の多くの教育を受けた自由黒人がいたにもかかわらず1904年の大統領選挙で黒人の投票率はゼロになった。公民権の剥奪は決定的なものであり長く続いた。1964年と1965年の連邦政府に四つ公民権法の成立まで、 黒人は選挙権を復活させ、他の基本的公民権を守る術はなかった。ペンタゴンは1943年に完成した公民権運動を参照。ワシントン DC 近くの地域で展開される最近の政府拡張計画は北バージニアの経済に大きな影響を与え、それに続く防衛計画の拡大で地元に情報技術産業を生んだ。 ハンプトンローズ地区は大きな成長を経験した。1990年1月13日、ダグラスワイルダーはレコンストラクション時代以来合衆国では最初の黒人州知事となった。2001年9月11日に同時多発テロではバージニアもターゲットとされアメリカン航空77便がハイジャックされてアーリントン軍のペンタゴンに突っ込んだ。 1871年の憲法改定で合法となったバージニア州の独立市はアメリカではあまり見られないものである。合併法とも組み合わされ、ハンプトンローズ地域の最南部のほぼあらゆる地域社会で独立市になる動機と方法が整えられた。この状況で地域社会は互いに平等であり、多くの社会にいる者には大きな恐れでもあった。 隣接地域からの併合という心配もなくなった。しかし、この変遷は奇妙な地域も作った。グレートディズマルスワンプの全地域は完全に死に囲まれた形になった。伝統ある都市の中で人口の少ない場所を想像するのは難しいが、ニューヨーク市のセントラルパークを想像してみればよい。合併した街は軍の中にあるが、独立市は別物である。 町も市も長い間、軍から取り込まれていない地域を併合する基本条件を規定したバージニアの合併法によって強力な道具を保持していた。しかし、合併法は長い間多くの指導者にとっては、地域社会の間に言えるまでに多くの都市を要する傷をもたらすような地域協力への障壁になると考えられてもおり、またある個人には否定的に作用し、 割の合わないものであった。大都市や隣接軍による大きな合併については、バージニア州議会の行動で20世紀遅くに猶予期間が設けられてきた。他の変化では、都市が街に戻り軍に再度組み入れられることも許してきた。サウスボストンやクリフトンフォージは、そのような行動をとり、他にもいくつかの小都市が、その検討をしている。さらに、 地域社会間の地域協力の中には、主な例として、新しい地域刑務所という形で、予算的な動機を議会が与えることで刺激されているものもある。多くの部族員は、植民地の全体人口の中に吸収された。その部族としての同一性と遺産を守り継いだものも、いた。先祖伝来の地を守った、他の活動的部族のグループもいる。 現在、アメリカ連邦政府は、この州のインディアン部族を、すべて絶滅したとして、存在を認めていない。しかし、州政府は彼らの要求に応じ、7つの部族を、公式認定している。はない。多数の部族が引き続き、アメリカ連邦の公式承認を要求している。アメリカ連邦政府が承認していないが、州が認定している。 インディアン部族彼らのインディアン部族としての存在を認知させたいという関心はジェームズタウン400周年祭の際に高まった。州の祝賀行事ではインディアンが州に貢献したことを祝福するために特に目立つ役割を割り当てた。一方、ニューイングランドのインディアン部族が結成するニューイングランドアメリカインディアン連合は白人の入植を祝う。 ピルグリムファーザーズの上陸記念感謝祭にぶつけて同じ日に全米愛党の日のデモ講義を毎年行っている。ありがとうございます。